お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイフデッキ使っていきたいなと思います。というわけでババとムートの、まあ、5コスのね陸ユニットが、まあ、2体入ってる、まあ、ロイフということでちょっとまあ珍しい形ですね。というわけで普段だったらまあ例えばメガナイトだったりかとか、あとユーノとかで、高回転目とかだと思うんですけど、あとアイゴレミニペ型とかなんですけど、ババムートで、しかもアイゴレっていう蓋がないね、型です。というわけで、なんか人気デッキっぽい、なんかこう、ラムライダーとか、なんかランバーユーノが入ってるような感じのね、なんかしかもマジアチエリキだし、みたいな感じの、なんかね、普段だったらラムライダーでいいんじゃないそこ、みたいな、なんすけど、なぜか今回ローグですね、というわけでやっていきたいなと。思います。これがね、でも今、勝率一番高いですね。なんか、グラチャレだっけ？そう、グラチャレ今、勝率一番なので、とりあえずグラチャレ回りたい方は、これ使っとけばいいですよ、というところですね。で、相手、オールブレイカーウッド。さあ、高回転オールブレイカーですね。これ、コウモリからの、ディガーからのオールブレイカーかなというふうな、香りがしてますけど、来た。さあ、ムートで受けていきます。で、多分、ポイズンだ、ん？ファイボでしたね。ん？ファイブは俺が使ってるのか。多分ポイズンですね。ポイウッドか、まあデリバリーウッドかウッドザップかわかんないですけども。さあなんかね、いい感じにね、耐えていきたいですね。で、こういうデッキはなんかね、いやー美味しいですね。なんか、基本的に後ろからユニットを抑えていくと、いつか僕のユニットが溜まって止まんなくなるんですよ。勝手に。っていう時が来るので、後ろから裂いて待つのが大事ですね。あとは、小物系に対して、この、ケツババセパっていう戦術がめっちゃ強いです。なんか、する人、こう、まあ、上手い人ほどするんですけども、なんか、止まんなくなるんですよね、このケツババセパが。いつか。いつかなんですけど。これマジっすね。よいしょ。これ多分、一旦、ボム系、そう、ボム系で、ウッド裂いたら、ヒルスピ追加して、分かってる。うわ、待って、お前なんで活躍しすぎ。オッケー、あ、でもいい。ムートが止まんない。そう、なんか、ババスパですね。小物に対しては、本当に。大型だったら、普通にババ防衛とかって優秀なんですけど、じゃない場合は、ババスパが、超強いです。まあ、逆サイド攻めにくいっていうのもありますし、なんかね、ディガーとかも飛ばしにくくなるので、相手からしたら。なんとなく、待ち合わせ出して、あ、これ、ボムタワー壊れたら、その瞬間に、ああ、一回処理してきますね。僕としてはもう削ってきまーす。で、なんなら今。で、ウッドも裂いたので、ヘイスピ使って、ないと。いや、ボム回るんだ。いや、早え。で、いや、これやばいっすね。いけるか。まあ、タルババ。まあ、エレキと。さあさあさあ。エレキが優秀ですね。で、ムートが残るよと。で、まあ、ポイズン使ったから、ケツからマジアチア出したい気もあるんですけど、言うて相手のポイズンの回転が早いので、高めマジからのボムタワーにファイブ打って突破します。いやー突破できないのかな？うぅ、防衛が強い。で、耐えて、いや、むずいですね。ウッドはまだ使って回ってない。あ、これ、居抜ける。居抜きたい射抜くことしか考えてないけど、ディガーが飛べば射抜けるんじゃね？ディガーが飛んで、ナイトに竹が行き、ナイトが上に行って、おい、ナイス、来た。待って、2級ちょっとだな。足りねえな、多分。ヒルスピ使って、いや、めっちゃウッド。そのウッドはヤンキー。危ねえ。それなんだろ？これで、コウモリ系を大体出しにくい。出しにくい。いやー、これはさすがに止まんないでしょ、先輩。これ止めたらもうね、本当に、さすがに勝てない。いや、ワンチャン止められそう。ワンチャン止められる。うぃ、来たー。マジェジが、シュパ。ですね。まあ、本当に、ババスパ？まあ、ババスパ活躍したって感じなんですけど、まあ、マジで、コウモリ、高回転系、なんか、ババー、高回転間に使うとこないじゃんってこう、結構なりがちなんですけども、普通にキングラセパするだけで、小物系とか高回転系に対しては、すごいね、戦いやすくなります。てか、勝率絶対上がると思いますね。なんか一度騙されたと思ってね、ぜひやってみてください。試合でババ使うことねえんだよなーとか思ったら、まあ、相手がラボとかだったら、逆サイね、相手がラバ展開して逆サイに、はしまいババアバリアンとか、
まあ、そういうことするだけでも相手からしたらめちゃくちゃねきついんでね、ババは結構攻めで防衛で活躍しない時でも攻めでね十分活躍することがありますというところで、さあ今回ではペッカ工場なので僕のババはね防衛で大活躍してくれそうですね。さあというわけでこれちょっとなんか暇ですね。これ一回マジェッチャバイバイして、こう真ん中の辺にねちょっと切ってもらいましょうか。でこれ追加来るとちょっと怖いんですけども、まあ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 一旦ね一旦耐えたいです。なんかアイゴレとかマジで言うのがないので若干小回りがね効かない、気持ちね気持ちほんと小回りが効かないんですけども、いい感じに耐えたいですね。ペッカの受けがしんどいんでペッカにムートを合わせたいですね本当に。でこれあれだな、ケツペックシャキーン来ちゃうんだよな、まあ、エレキから入って、うん、そうですね、ケツペックでここ、まあ、ゴーストいないんですけど逆サイ攻めても3が5防衛からの工場を来てカウンター受けるだけとかなので、まあ、1回耐えたいですね、1回耐えたい。で、まあ、逆サイ工場来たらそっちにババからの処理してきますね、先に早めにね早めに処理してくる。いやこのムートさワンチャンさ、いや壊れてババ小嬢ババがあっちに来てくれるかなとも思ったんですけど、そう甘くないですね。これ3が5ですね、速攻エレキ出してな、来い来た、オッケー。これがね多分相手止まんねえ、これにタルボをつけてヒースプつけたら終わる、絶対終わる絶対終わる、俺はマジで終わると思ってる。回復しよ、いや微妙微妙、そんな微妙なことある、ちょっと待って、もうちょっとなんかあったよな。まあまあまあ相手のねザップの使い方がうまかったですね。この U の突進ぐらい許容していいですね。で一旦後ろからこのちょっとペース変わりましたね、僕のターンになってきた。でこれ一回ログ飛ばしちゃおう、一回飛ばしてからのポイズンが厄介ですね。ポイズンがエレキが全部守ってくれる、ヒルスピでエレキ回復させて、いや間に合い、うわー間に合わねえか、エレキ残したかったな。いや自然といいカウンターからの、いや3が5も言いそうだな、1回待つか、1回待ってマジやっちゃう。さあからのむずいですねこれ、非常にむずい。5防衛しちゃいたいな、楽してえな。よいしょ、さあこれはいいカウンターじゃないでしょうか。本当はヒルスピ欲しいんですけどね、ヒルスピなくてもまあなんとかエレキ降ってくるね。回復して回復しろ、いや豚もうちょっと、いやゴースト、さあさあさあ、いや怖いですね、めっちゃ怖い。こう釣って、いやいい、ちょっとなんならなんなら逆サイ削りたいみたいなところが少しだけあります。でこれはさすがに止まる、さすがに止まる、さすがに止まる。でヒレスピ使いたいですね、うん。おい逆サイマジでヤンキーすぎんか、めっちゃ嬉しいけどさ、いやなんなら今相手結構コスト使った、終わってくね。あ待って、うわ最悪、タワーに外した、タワーに外した、そんなことある、そんなことある、いらねいらねいらね。そうそうそう、で左完全許容の相手、橋前ペックぐらいしかすることなくね。うん、これ絶対橋前ペックいきますね。なので、もう馬場で封じちゃってもいい気がするな。で、来なかったら来なかったで。まあ、来た。で、居抜く。居抜く。居抜く。あ、俺の居抜きセンスがねえことに気づいた。ちょっとやべえ。待って待って待って、居抜けなかったことによって大カウンター来てんだけど、ちょっと待って待って待って。汗汗汗汗。居抜かして、ちゃんと。待って、三角いて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 、汗汗汗汗、やばい、全然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 負けそう、全然負けそう、なんならポイズンでやばい。いやこれマジアチで居抜くのバレてないかな、いやバレてねえ、来た、ピピ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 ポッポー、来たー、グッドゲーム危ねえ、あのマジで途中ターンにファイブ外したり、ね、若干下りましたね、まあ、若干下りましたけどペッカ受けちょっときついですね。ペッカの逆サイドにユニット出された時に、特に小嬢ババですね、ババを絶対出さないといけないんですよ。
で、しかも、ムートとかに対してペッカーを合わさられた場合に、陸受けがいないんですよね。で、ヒースピタルバーとかで気合で耐えるしかなくて、ちょっと怖かったんですけど、まあ、意外と、よう、お前ヤンキーだ、お前。お前ヤンキーだ、お前マジで。絶対ドヤンじゃん、これ。いやー、クラルハなら勝てる。よし。クラルハなら勝てる。なんなら？いや、これね、多分、ババが残ると、ババって思った以上に残ると厄介なんですね。で、しかも相手絶対コストない。だってロイジェに、スキアミに、4コスぐらい。4コス1枚ぐらいしかない。うん。これでさ、大ダメージだけど、今エレキを割いたので、これですね。まあ、今コスト5ワードぐらい取ってますね、僕。で、緊急度しちゃいたいですね、正直。あ、やべ、やべ。ん？待って、待って、やべ、やべ。いや、いい、いい、金、え、待って、めっちゃうまい。キング起動して、U の抑えて、ロケホンは入るんかい。今のは完封でいいやんけ。まあまあまあ、そういうところはね、どっちでもいいんですけども、今のは素晴らしい防衛でしたね。一旦キング起動できたので、まあ相手ロイジェだから関係ないじゃん感もあるんですけども、まあまあまあ、そこはね、触れるなと。いうわけで、ババ持っとこう。で、なんで防衛してくんだろう。なんかいそうですね。メガナイトとか、キョスケとか。で、自分から、ロイフグ飛ばして、シンプルにロケ砲とかで受けられてカウンターロイが来るのが怖いので、だから一旦ね、自分からは攻めずにちょっと置きたいですね。で、マジアチ出して、おー、ペッカね。なんかいそうだなと思ったんですけど、まさきか、君だったとはね。で、ここ、ロイフグ釣りしたいですね、これ。陸受けを1枚節約するっていうので、もうウォールブレイカーと一緒の原理ですね。こんな感じで飛ばして、陸受けをちょっと節約して、しかも早めにエレキを処理してあげて、で、あそこへ有能突進をヒースピで受けつつ、これマジ、これスケーブ読み5を決めたらめっちゃかっこよくない？まあ、やらないんですけどね。僕にそこまでの動機はないですね。本当の最後の最後に大学年しなきゃいけない場面とかだったらあれですけど、よいしょ、暇だな。すげえ暇だな。一回防衛します。なんか相手中型スペルすごいなさそうですね。で、ワンチャンロケ砲とかと被んねえかな、ムートで。いや、被るんかい。いや、結構被るっすね。被りがち。なんならなんなら回復して、おー、相手終わったじゃん、これ。絶対終わった。で、ここで逆サイ行くんすよね。で、僕は4コス5で、2、3。来るぞ。おい、来たー。読んで、もうここも、徹底的に行くよ、徹底的に。で、エレキが降ってくる。ヒルスピ添えて、ねえ、よっしゃーと。いや、素晴らしいですね。今回の試合めっちゃ綺麗だったな。なんか楽しかった。めっちゃ楽しいね、クラロワって。はい。というわけでね、ちょっとこのデッキ今、勝率1で強いみたいなんで、皆さんもぜひ、使ってみてください、というところで今日終わります。よければね、チャンネル登録、高評価、コメント欄もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。